穴掘って埋めました。家族で決めました。さんたのところ。サンタのところ。伊藤サンタです。けんたのところ。ケンタのところ。開拓暮らしサンタのところ、伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。開拓を始めてね、7年が経ちましたが、いつも一緒にいてくれた中堅健太が昨日突然、あの世に行ってしまいました。あまりにも突然のことでね、ちょっとなんていうのかな、心の準備ができてるな、なんて言ったらいいのかな、ちょっと喪失感って言ったらいいのかな、まあこうね、勝手10年毎朝晩散歩に行ってた相手がね、いなくなってら、朝あいないんだ、夕方あいないんだっていう、この日々こういないってことを、今までねいて当たり前だと思ってたものが突然こういなくなってしまったことに戸惑ってるっていうのが正直な気持ちでね、こうなんとなくこうなんか具合が悪くなってって、大丈夫か頑張れよなんていうようなお別れの仕方を勝手に予測してたんですけど、昨日まで元気だったのに突然亡くなって、まあ年が年だっただけにね。で、去年一昨年とこう夏バテを起こすように、なってきたので、ちょっと気にはしてたんですけど、まあそれでもまさか突然ばったりね、死んでしまうなんていうのは本当に思ってなくてですね。で昨日ね、夕方子供たちが帰ってきて、お別れをしてね、ありがとうっていうみんなで言って、でスコップ持ってね、穴掘って埋めました。サンタのところが見渡せるところにね、もう暗くなってからね、家族5人で穴掘って、埋めました。この下に健太が眠っております。アメさんがね、花を添えてくれました。さすが女性ですね。ね、この後ここに、この花なんだったっけな、ちょっと名前がパッと出てこないんですけど、この花を植えようっていう、あの種をまいてね、育てようって、今時期、今6月23か今日は、ね、花が咲くのでね、ここにその花が咲いた時にね、日々忘れちゃうからさ、そういう時に、あ、健太のことを思い出せるようにね、ここにその花を植えようっていう風に家族で決めました。まあね、なん か家族間ではね、番犬が必要なんじゃ、もう昨日の夜からもう狐が来てさ、わかるのかね、もう夜中からこう起きて、なんかこう狐対策みたいなことをしてたんですけど、ね、やっぱりこう狐との距離感っていうかね、どうすんだなんて家族ではね、番犬必要なんじゃないかっていう話だけど、今僕はちょっと今、考えられないな、そういうことな。まあまあ流れに任せてね、ご縁があればもしかしたらまた、新しい家族を迎え入れるかもしれませんが、今のところ白紙ですね。まあ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 、これからね、まあ健太に捧げてた時間っていうのはまたちょっと正直オーバーワークだったんでね、いろんなことやってるんでね、そういう意味ではちょっと時間ができるっていうかな、そんな風な側面もあるのでね、前向きに捉えてっていうのはあれだけど、ちょっとあれだけど、まあでも全てのことはプラスとマイナスの面があるというのでね、こう落ち込んでばっかりいないでね、また開拓に勤しみたいなと思います。それではまた。